ちゃん、あれ？そんな。でも早くペンダントを手に入れなきゃ、もしかしたら他のプレイヤーに先を越されちゃうかもしれないし。私は引き裂かれた二人をもう一度会わせてあげたいの。あの二人はただの NPC で単なる作り話だって分かってるけど、それでも SAO の中では NPC だって同じ人間で、どうしても二人を放っておけなくて。私のせいで。お兄ちゃん、ふん、私とお兄ちゃんの力見せてあげるんだから。太陽のペンダントと合わせるとぴったりくる感じのデザインだね。やっぱり二人は一緒になるのをずっと待っていたんだよ。いつまでも引き裂かれたままじゃかわいそうだもんね。ありがとうお兄ちゃん、私のわがまま聞いてくれて。うん、わかった。兄弟だからわがままを言ってもいいの？ふん、妹は兄にわがまま言っていいんだ。そうなんだ。でも兄弟はそういう関係なんじゃないの？さあどうしてでしょうね。そうだね、二つを同じ場所に置いても何も起こらなかったし。お兄ちゃん、私本当は知ってるの。お兄ちゃんと私が本当は、なんでもない。さあ早く NPC のところに行こう。はい、これが太陽のペンダントと月のペンダントだよ。おお、よもやその二つが、再び巡り合う日が来ようとは。
ありがとうございます。早速フェアリーサークルを作ってくだされ。フェアリーサークル？太陽のペンダントがあった地へと戻り、草花で円形の舞台を形作り、その周りでそれぞれのペンダントを身につけた男女が踊る。さすれば引き裂かれた二人の思いは再び巡り合い、悠久の時を経て結ばれるであろう。そこで私とお兄ちゃんが踊ればいいんだ。他に誰かいるの？心配しなくても大丈夫だよ。ちゃんと私がエスコートしてあげる。なんか素敵なクエスト。私はこういうクエストの方が敵を倒すより好きだな。そうだよ、あともう一歩。早く二人を合わせてあげないとね。サークル完成。ここで私と踊らなきゃいけないんだもんね。ちょっと照れるね、これ。いつも自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。私は大丈夫。ほら、リズムをとって。そう、1、2、1、2。し、ほら。月のペンダントも光ってる。あ、影に人が。はあ、愛しい人よ、ようやくあなたに会えた。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで私はまた
最愛の妹と巡り合うことができた。兄様の胸に再び抱かれる日が来るなんて、あなたたちには感謝の言葉もありません。これからはずっと一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かたれることはない。兄様、行っちゃったね。多分私たちに持っててほしいんだと思うよ。そうだよ、気づかなかった？兄ちゃんは兄弟が愛し合ったらおかしいって思う？そういうことありえるかもって考えたことない？じゃあもし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私知ってるんだよ、本当のこと。お兄ちゃんと私が本当は血がつながっていないって。うん、この事件が起きてから少し経った時にお父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんが本当はお母さんのお姉さんの子供だって。それを聞いたとき、あたしすごく混乱しちゃって、お母さんにもひどいこといっぱい言っちゃった。頭ぐちゃぐちゃだったけど、一番気になって不安だったのはお兄ちゃんの気持ち。お兄ちゃんはずっと前からあたしが本当の妹じゃないって知ってたんだよね。じゃあお兄ちゃんにとって私は何だったんだろう。それが分かんなくなっちゃって、まるでお兄ちゃんの妹だったことが嘘になっちゃった気がしてた。うん、そんなことはないって思いたかった。でもそのことを聞きたくても、兄ちゃんは SAO に行ったまま、もう話すこともできなくて。だから私ここまで来たの。霧ヶ谷和人と霧ヶ谷すぐはが一体どんな関係なのか、それを見つけたくて。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげでいろいろ見つけることができたよ。血がつながっていなくてもやっぱりお兄ちゃんは私のお兄ちゃんだってこと。うん、それとね、もう一つ見つけたの。うん、本当はずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど、見ないようにしてたんだ。でもその気持ちを見つけちゃった今はね、血がつながってなかったことがちょっとだけ嬉しい。だってそれってどっちにもなれるってことだよね。お兄ちゃんの妹にも、それ以上にも。兄ちゃん、あ
私の気持ちもあの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても絶対に追いかけるから。 SAO の中だってどこだって。だからこれからもよろしくね、お兄ちゃん。いいかな。ちょっといいか。ちょっといいか？キリト、どうかしたの？キリト、行くわよ。よろしく、キリト。気配をかき消した街。